はい、皆さん、こんにちは。試験や英語塾です、えー。今回もトフルについてお話をしていきます、えー。今回もですね、あの、トフルスピーキングの基礎技術っていうね、シリーズとして、えっと、スピーキングの2番ですね。あの、キャンパストピックですけど、えー、これの第1文、まあ、第一声ですね。何を喋って、どうやって喋っていけばいいか、えー。これについてね、あの、お話をしていきたいと思います。で、えっと、スピーキングの2番の問題は、あの、キャンパストピックですよね。 で、キャンパストピックの問題、これね、あの、簡単なんですね。どういうふうに簡単かっていうとですね、あの、1、もうね、問題、答え方が自由にできないんですね。もう、あの、質問、出題がもうガッチガチに決まっててね、いつもこのようにしかなら、な,なんならもう、あの、と、 単語だけ変えるぐらいで終わってしまうみたいなね、あの、まあ、極端に言うとね、あのそんな感じで、問題の形式がもういやものすごいあのフィックスなので、もはや自由がないんですね。だからこそね、えっと、テンプレート、今回ね、テンプレート紹介しますけど、あのテンプレートでね、あんまり特にスピーキングが得意じゃない人はいろいろ文作るの負担じゃないですか。だから負担を減らすことができるんですね。で、この負担を減らして、で、負担を、まあテンプレート以外の部分、ここに にフォーカスをしていくでそこにフォーカスしたとしても、大して自由なものはできないので、あの得点しやすいですね。だからあの内容さえわかればね、あの得点しやすいところなんです。で、どれぐらい得点しやすいかっていうと、23ぐらい目指す人、目標、23ぐらいの人だと、やっぱこの2番は満点取る。 っていうことですね。4点分の4点、満点。あの、これを取らなきゃいけないです。だから、あの、逆に言うとね、得点しやすいので、スコアを出したい人はね、一層自分に厳しく、あの、答案を見直す。 っていうことをですよねあの。もうちょっといけたんじゃないかとかね。あの、もうちょい言えたんじゃないか。内容を増やせたんじゃないかとかね。あの、もうちょい、あの、ここ、発音が直せたんじゃないかとかね。あの、そういうのを、やっぱりね、あの、自分の答案を聞き直して、あの、少しでも、やっぱり、あの、向上させていく。 で、できれば満点を取るっていうことですね。これが必要になってきますね。で、あの、まだ、あの、始めたばっかりの人として、スピーキングはもう本当に得意じゃないという人は、あの、1番からえっと4番まである中の2番ばっかり練習したらい,いです。そしたら自然とね、あの、内容もこう慣れてくるしね、あの、読むのも聞くのもだんだんね、あの、ある一定の範囲のことしかもうで出ないんで。 あの、だんだん慣れてきて、ね。で、あの、サンプルいくつかこう記憶していくと、あ、だんだんこんなもんでいいのか、みたいなね。あの、なってくると思うので、あの、一つでもね、あの、できると多少の自信になってくると思うので、そういう意味で、できる人もできない人も、あの、初心者の人も、満点目指す人も、このスピーキング2番っていうのは非常に重要になりますね。えー、そのテンプレートをね、今回ご紹介します。まあ、あの、できる人はね、復習のつもりで、聞いてください。で、まず質問の形ですね。で、これあの、リーディングのパー まあ告知みたいなのがあります。そんな感じ、ね、で。その次にカンバセーション、男女のカンバセーションはーとあります、ねでえっと。もちろんメモを取っていいですよ。でそれが終わって質問ということです、ね。Question. で、こんな感じです。The woman expresses her opinion of the university's plan. State her opinion and explain the reasons she gives for holding that opinion. っていうやつね。えっと、大学の 計画が、このリーディングパッセージに書かれてあるんですね。で、それを、の、つい、それについてのオピニオン言ってるので、オピニオンを述べてください。それから、それについて、あの、なんでそんなオピニオンを持ってるかっていうのを、リーズンズまあ、おそらく多くの場合は2つです。を述べているので、えっと、ちょっと教えてください。 えー、そんな感じですね。explain、まあ、って言われてもいる,いることもあって、reason の中には、あの、example もちょっとね、入っているんですねで。それもちゃんと細かく説明してくださいということですね。それからもう一つは、The woman expresses her opinion of the idea expressed in the newspaper. State her opinion and explain the reasons she gives <laughs> for holding that opinion. で、えっと、あと同じなんですけど、えー、ここ、idea In the newspaper っていうふうになっているので、で、これ、あの、ここがね、大学の、まあ、なんかわかんないけど、校内で出してる、キャンパスで出してる新聞みたいなものがあるんですね。で、それに、あるいは、なんか、うん、わかんないけど、掲示板かなんかわかんないけどね。で、えっと、それにね、なんか提案してるんですね。これ、アイディアっていうけど、まあ、あの、プロポーザル。 なんですね。提案をしている学生から提案、あるいは先生からの提案。最近は駐車場が混んでるんで、なんかちょっとあの使ってない土地があそ,あそこにあるんで、あそこを駐車場にしたらどうですかみたいな、そんなやつとかね。あの、そういうのがこうあります。で、そのオピニオンを言ってください。それから、えっと、なんでそういうね、えっと、なんだ、オピニオンなのかのリージョンを言って、まあ同じですよね。でね、この米印のところね、ここにね、 briefly summarize the idea, opinion plan っていうね、これが入るんですね。例えば、ここの今のね、えー、駐車場云々ぬっていうやつであれば、the woman expresses her opinion of the idea expressed in the newspaper.briefly summarize the idea, then state her opinion っていうね、漢字なんですね。あの、この、まとめてくださいっていうのが入ることがちょくちょくありますね。ちょくちょく入るんだったら、 いつも言っといたらいいじゃないですか <laughs>。ね。だから、あの、このリーディングパッセージ、あの、まとめておいた方がいいですね。いつもね。で、それでカンバセーションに行くという感じになりますね。で、えっと、ここからね、あの、テンプレートいきたいと思います。まずね、もう当然ですけど、あの、これ、答案ですよ。あの、リスポンスのね、答案の始め方を決めておくと。 いうことで,すね、で、さっきやった大学の告知からの場合ね、告知の場合ね、これは、えっと、もう出だしが、The university is planning to っていうふうにすると、告知に、ね、なりますね、こんな計画をしています。例えば、The university is planning to display students' artwork in the lobby of the student center. っていうね、ことですよね。で、これタイトル、おそらくは告知のね、タイトルは、えっと、students artwork display みたいな、あの、感じに、ね、なってたりとかする。で、なんだけど、これをね、あの、ここにうまいこと入るようなまとめのセンテンスが、あの、第一文に書いてあるんですね。あの、リーディングパッセージの。だから、リーディングパッセージがこう、あったときに、ここにタイトル、こうやって書いてますけど、この第一文、これぐらいまで、この第一文をしっかり読んだら、この、 分ができるということなんですね。なそこでここが自信がない人ね、あ <laughs> の <laughs> The universe is planning to で終わっても全然ダメじゃない。だからね、planning to 言ったのに、planning to students' artwork display とか言って言うのもダメじゃないね。あの、この人本当に分かってないんだな、みたいな感じになるんで、さすがに2なんで、やっぱり動詞が入るように、で、そのようにね、この第1文にうまく書いてあるはずなんですね。そこをしっかり、もうここばっかり2回ぐらい、3回ぐらい読んだらいいんですよ。で、それでこれ、はい、しっかりメモ取って、ね、第1、 一世は言えるようにしと,こうしとこうという感じですよね <laughs> あの。そうやってやっておくといいかなと思いますね。で、大学なんでね、あの主語はもう The University で大丈夫ですよね。ね例えば、なんだろうあの、The Computer Department とかね、いうのもあるかもしれないですよ。あるいは The Housing Office。 is planning to とかね、言うのあるかもしれないけども、大学でしょ <laughs> 結局は。だから、あの、まだ、えっと、スピーキングが慣れてない人もう、とにかく2番、はい、わかりました。2番ですね。The university is planning to っていうふうに言えば良いという感じでね、思っといてもいいんじゃないかなと思います。で、えっと、うまくいかない時もありますよ。あの、その時はもうアナウンスなんとかね、とかいう感じ。で、これ、あの、アナウンスしていますっていう時には、基本、あの、 まあ、これとか、これとか使うとね、いいですよね。アナウンスって過去形よりはやっぱり現在形もしくは現在完了形にした方がいいかなと思いますね。あの 過去形使うとちょっと微妙じゃないですか。あの、いつの話、フェンっていうね、のがちょっと、あの、頭をよぎることになるので、フェンとかいらないでしょ。あの、アナウンスしているんですとか、アナウンスしていますっていうね、そんな感じなんで、この二つだと、いつとかいうのはいらないんで、まあ、普通に使ったらいいかな。特にこっちとかね、あの、やりやすいかなと思いますね。はい。えー、っと、それが第一文っていうふうに、ね、まあ、基本はこの The university is planning to っていうね、ことですね。 で、えっと、次ですね、学生、教授からの、こう、あの、提案のね、あの、プロポーザルの場合ですよね。それはもうこんな感じですね。こう、さっきと同じね、内容であれば、あの、で、あの、これ、リーディングパッセージね、えっと、わーってやって、ここ、ここにね、シンシアリー誰々とかで書いてるんですよ。 でそれはもうプロポーザルじゃないですか。ここにあの書いてたらね。ね大学の告知の場合には何もそんなの書いてないです。ね、あのだから、ここに何か書いてたら、うん、となんだ、わかりますよね。だから、あもうこれ書いて、まここ、ここ着目、ここ最初あの、ね、注目。で、まず見て、あ、これアコーディングトーのやつだ。と思ってあの読んどくといいかなと思います。According to the student's letter. The university should display students' artwork in the lobby of the student center. というふうにして、according to the student's letter によれば、大学はこうすべきだじゃないですか。これが、あの、提案になりますよね。えっと、そんな感じになりますね。同じように、according to the professor's letter, the university should display 点々点という感じですね。これも同じですよね。になります。で、こんな感じで出だしをね、あの決めておく。 っていうことをですね <laughs> だからもうここだけ注目ですよね、最初ね。あので、ここなのにねここ、こんなになってるのに、The university is planning to とか言ってしまうと、あ、<laughs> なるよね。だからもう、うん、あのでこれね、あのえっと、決めてしまうっていることの、ちょっともう、なん,かなんて言うんだろうな。 あの、皆さん、ジンクスありますジンクスっていうのも、やっぱ決めたときにやばいでしょなんか、あの、家、ね、例えば、あの、事件当日は家から左足から出るぞとかやって決めてしまうと、これ決めたら、ちょっとまずいこと起こりませんたまに。ね、あの、あ行ってきます。あ忘れ物した。とかやって書いてて、で、すぐ出たときに、あって、右足から出てしまったみたいな思わずね。ああ、もう自分今日終わったみたいな感じになりますよね。だから、この、今回もこうやって決めておくことは決めておけるんですけど、あの、これがね、あわかった。今回は、アコーディングトゥだと思って、でもちょっと、 ってなるとね、あの P っていうのは本当にね、あのー、もうなんていうの、受験生のこの、あのー、ものすごいなんていうんだろう、ダメージあた、ダメージというかなんかすごいインフルエンスを与えるんですね。で、あの、P ってなったら、いけてるはずのものが、普段んいけてるはずのものが急に出せなくなるんですね。だからこれ、よし、あの、アコーディングトゥだと思っても、P ってなった瞬間に、あの、The university is planning to とか言って言っちゃう。 で、そうなるとね、で、あーとかって言う、なるじゃないですか。で、それどうでもいいんですよ。The universe is planning to do the, I mean, you know, according to the s t u d n t l e t t r とか言って、もうやったらいいんですよ。全然いいんですよ。あの、言い間違いなんか誰でもあるんでね。で、あの、<laughs> やったらいいんだけど、もうね、もう、パに食っちゃうんですよね。 ああ、自分はアコーディングトゥーなのに、ユニバーシティーズ、プランニングトゥーと言ってしまったもう自分は終わりなのであるみたいな感じになってしまうと、やっぱり困るんで、それがあの始め方を決めておくっていう時の、やっぱり一番のこのマイナス面ですよね。だからそこはもう、あのー、しょうがないよね。でもね、そこはクリア、克服しないとね、あのー、いけない。で、それがね、まあ、どうでもいいよね、みたいになってくると、だんだんもうこのテンプレート自体がどうでもよくなるんですよね。あの、それがもう最終的な、あのー、なんて言うんだろうな。 到達目標の一つでもありますよね。まあでもそこまに至るまでは、こういうね、あのテンプレート的なことで言うということですね。で、あの、提案なんでね、あの、皆さん大学のと受験で勉強したような、あの、提案の時の言い方がありますよね。The student's letter proposes, または、あの、the student っていうふうに言ってもいいし、名前がこの s i n c リー誰 l y 誰えっと、チーム ブラウンとかあるんですね。これでもいいですよ。Tim Brown proposes っていうふうに、えっと、言ってもいいです。で、Tim Brown proposes that the university display ですよね。この proposes などの雑踏説、家庭法現在、なのでここ原型使うっていうやつですよね。で、こんな風にして自分はこういう英語を知ってますけどっていう能力を示すこともできるということですね。ただ、あの、ちょっと言いづらく なるかもしれないですね。この according to the student's letter だとここにコンマがあるからここで大きくこう息切れるんですね。ちょっとここで、はあ、とりあえずここの部分を言ったぞみたいなあの感じになるんだけど、これだと the student's letter proposes t h e university d i s p ずっとここまで行かなきゃいけないですよね。ちょっとあの、相当慣れてないとやっぱり言いづらいかなっていうねこともあるかもしれないっていうね感じですね。でね、あの、えっと、 あの、テンプレートね、あの、今ちょっと紹介中ですけど、あの、重要なことを言うとですね、あの、 これスピーキングのテストなんだね。あの、テンプレート知っていくっていうのは、まあ一つね、もう大きく、まあプラスにはなると思うんですけど、あの、テンプレート知ってるからいいっていうわけでは全然なくってね、もちろんこれスピーキングのテストなんで、あの、音声的にデタラメだったも全然ダメと、そのそらもしょうがないよ。ね、そこはやっぱり、あの、テンプレートで形は整ったんだけど、もう音声的に相手にも到底伝わるものじゃないということであれば、もう到底、あの、あのスコア低いのは間違いないんで、ま音声面、これはしっかり、あの、この範囲でいる。 でテンプレートを学んだからこそあの、そのテンプレートの部分だけでもしっかり音声的にあのできるようにしようっていう、この努力、やっぱり重要ですよね。 で、あの、そこまでやればね、でも多くの場合、あの、多くの場合というか、テンプレートの文だけやったとしても、まあ、被ってるところもね、あるからね、内容を喋るときにね。だからやっぱりあの、その辺もちょっと意識して、えー、やるといいかなと思いますね。あの、例えばこれでね、いくらね、家庭法現在で喋るぞと思っても、The student's let、uh, the student letter proposes that the university display student artwork in the lobby of the スチューデントセンターとかいう風になるとあのー まあ、ダメだよね。<laughs> えっと、ダメだよね。っていう感じですよね。もう、あの、例えばもう、ザ・スチューデント・レターとか言って、もう、この時点でもうおかしいなっていう感じにはなるでしょ。あの、もう、ザがすごいお、あのひび、耳に響きますよね。あの、日本語のザになってるんでね。ものすごいザーとか言ってなるし、スチューデン2がスチューデントになってるし、ね、あの、で、プロポーズザーととか言って、もあのあの、接続詞がでかいっていうのはもう基本中の基本ですよね、日本人へ。 英語のね、あのそういうのがあ,あるとやっぱもうで、しかもこれ th で耳に残ってしまうっていうね、あの感じで、ユニバーシティじゃなくて、ユニバーシティとかね、なってきたりとかすると、もうこれもう、テンプレート使う、使わないの問題じゃないよね。英語の,何あの音声によるコミュニケーションがこれ、もうできない可能性が高いっていう、ね、ことになるので、まあ、そういうところり一個一個潰していく。 っていうことですよね。あの、幸いなことに、ここまで <laughs>、ここまでをね、あの練習しようと思ったら、あの、the の音も出るしね、あの、er っていう音もちゃんと出るようになるしね、あの、あの、ので終わる言葉の複数形のつっていうのもで、ね、出るようになってくるしね、letter でもいいし、letter でもいいしね、この t がね、water みたいになる。これも出せるようになるしね。あの、そういうのがこう、い,い,いろいろ潰せるじゃないですか。しっかり練習するとね。だから、あの、このテンプレートを覚えるっていう時に、同じね、テンプレートを覚えるっていう時にも、あの、そのテンプレートの音声面もしっかり踏まえてね、あの、すべてにおいて、あの、覚えていくっていうふうになると、やっぱりテンプレートを覚えただけでも、やっぱ大きくプラスになるかなと思われます。 っていうことなんですね。だから今回テンプレ紹介しているんですけども、音声面の向上っていうのはもっと実は重要でね。あの、テンプレ自分で覚えたんだけど、そのテンプレ使って言った英語が通じないとかね、非常に理解が難しいとかね。あの、なってくると、やっぱりこれ今まで自分は必死で覚えてきたんだけど、あの、それがスコアにもう反映されないよね。そうなるとね。あの、それでやっぱ本末転倒なので、あの、これスピーキングのセクションなんでね、やっぱ音声面の向上っていうのはもうこれもう何と言っても 大事と。だからこれをあくまでもね、あの、今だとテンプレの範囲内で音声面を向上させるっていうのを第一歩としてね、あの練習していくといいかなと思います。で、えっと、告知と提案ね。で、内容ね、ちょっと言っておいてみてください。あの、なんでかっていうとね、その内容を言った後にね、あの、ここに入ります、カンバセーションの内容として、あの、さっきは、あれか、女の人だったか。 あの、the man, または the woman. The woman disagrees dis with の後にね、the woman disagrees with this plan. とかね、the man disagrees with this proposal. <laughs> もちろん、グリーかもしんないけどあの、そういう話になってきますよね。でね、このね、内容をちょっと言っておくとね、 This plan とか this proposal とか言って言えるんですよね。これ、あの、なんて言うんだろうな、技術として結構レベル高い技術ですよね。あの、内容バーっと言った、この内容を受けて、this pro, これは this proposal なんです。というふうに、あの、受けられるっていうのは非常にね、レベル高いことですね。あの、この this が使えるっていうことは結構言ってるんですね、ここにね。で、それを受けてこのみたいな、あの、感じで言えるので、 あの、非常にレベル高くなるかな。で、このめ、これを目指してね。あの、しかもこのね、あの質問に、b r i e f l y Summarized Opinion とかいうのは、どうせあるんだ。ある、ある可能性がある。だからもういつもあると思ってね。で、これ問題にこうやって書かれてなくても言っていいので、と当然ですけど、あの、言っていいんで、内容ね、あの、言っておくといいです。で、えっと、例えば今のであればね、まとめね、いきますよ。The university is planning to 告知ね、まあタイトルからね。 タイトルから、まあ、明確に動詞でね、やってください。で、理由があるんですよね。first。まあ、理由のこともあるし、目的っていうね、こともあるでしょう。ね。あの、こういうことです。で、second。こういうことです。っていう感じですよね。で、二つ理由が必ずあるので、これ述べておくと。 で、そうなるとね、こんだけまとまったことを言うと、however, the man disagrees with this proposal とかね、this plan とかね、あの、この this 言ったときに、だいぶ this が報われますよね。これを、三3つを指して言ってんだな、うん、とかいう感じでね、あの、いけると思うんで、えー、ってみてください。で、あの、リーディングパ p a でわーっとあったときに、あの、非常にあの、スピーキングの2番に関して簡単なんで、あの、必ずこの辺ですよね。必ずこの辺に、in addition, に加えてとかね、also とかいうのが必ずあります。まあ世の中絶対ないけど、まあ、ほぼ絶対こうあります。となるとね、読むとこって、あの、これが2番で、これが1番っていう、こんな感じになるんですね。ここの2つだけ読んどけばいいみたいなね、あの感じになる。で、あとはこの第1文ね、ここの部分ね、を読んどけばいいと。 いうことになるんで、そこを意識して、あの、インアディションの前後、自分はちゃんと言えてるかどうか、で、メモをちゃんとね、取っとくという感じで、あの、十分準備ができるかなと思います。で、あの、えっと、スピーキングの2番はね、そこまで、あの、あの、できる人ね、23は取れるんで、26取りたいですみたいな、あの、それぐらいの人だと、まあ、あんま気にしなくていいんでしょうけど、まあ、ギリギリでね、勝負しなきゃいけない人はですね、ここ。ここね。 ここじゃ一体何書いてるんですかって話になるじゃないですか。ここはね。 バックグラウンドを書いてるんです。例えば、あの、最近、留学生が増えてきて、あの、言語のね、あの、あるいは、なんか、食べ物で困っている学生が増えてきて、えっと、うん、わからないけど、あの、カフェテリアでね、あの、なんか、あの、改善の要求が結構あるんですよ、リクエストが結構あるんですよ、みたいな、あのことを書いていることもあるかもしれないし、ね、なんか、いろいろありますよね。なんか、背景書いてること多いんですね。で、こんな背景絶対言っちゃダメですよ。これ、トフルのスピーキング1番から4番、全部、あの、通して、 背景なんか絶対言っちゃダメっていうことになります。で、背景説明。あの、これって、あの、受験生の方にね、あの、良かれと思って、分かりやすいだろうと思ってつけてるだけの話でね。あの、これを全部、あの、取り除いて、だからこそサムライズなんですけどね。あの、こういう、あの、 ポイントだけこういうのど、どけて、ポイントだけ言うとどうなりますかっていうのが質問なんで。で、ポイント分かりやすくするし、よかれと思って、背景を言っている。けど多くの人はこの背景を言うことに躍起になる。どうしてもこんな背景が言いたくなるんですね。わかんないけどね。言いたくなるんですね。そうなると、これを言,言おうとしたら、この二つなんかもうずい言えなくなっちゃうんですよ。 で、えっと、さっきちょろっと言った顔忘れましたけど、ここまで、ここまでで一応15秒ぐらいをあの目指しておくといいかなと思いますね。あとのカンバセーションがあのしっかり、ね、言えるようにね、あのえー、できるだけうんと細かいところまで言えるように時間を残しておきたいので、ただね、これ背景まで言った後にファースト、セカンド言ってしまうと、これ結局全部言ってることになりますよね。そうなるとこれ15秒で全然ダメなんで、もう場合によっては30秒以上とかかかっちゃうわけでしょ。でそうなると30 30秒以上かかってることがもう分かってしまうと、まあ分かりますよ。真、ま、ん、あ、中に青いバーがあるからね。で、30秒以上かかってることが分かってしまうと、もうこれ完全に繊維喪失です。あもう言えるはずがないじゃないかみたいなあの感じになるんですね。言えるよ、一生懸命言えばね。でも、あの、ね、ちょっとがっかりしますよね。だからやっぱり15秒ぐらいでポイントだけ押さえておく。 っていうことですね。で、細かいことは、カンバセーションの中で細かいこと言っておきましょう。ね。あの、リーディングパッセージの背景とかも、本当あの、<laughs> やめた方がいいです。ね。えっ、ー、と、やめておく。これ、あの、また別のね、スピーキング、あの、基礎技術の中で、ね、あの、お話しすることがあるかもしれませんけど、背景は、えっ、ー、と、言いたくなる気持ちはお抑えて、ね、あえてのポイントだけを言うということですね。 はい、えっと、今回ですね、スピーキング2番の第1文、えっと、についてね、あの確認をしてみましたで。言い方はね、実はこれ決めておけるんですねで。それは問題の形式が同じということです。触れ幅非常に少ないです。小さいです。 フレアは非常に小さいです。だから、あの、問題としていいことではないかもしれないけどね。でも、向こうがそういうふうに問題出してくるんで、こっちも、もうそういうね、テンプレートを作って、で、対応していくっていうふうになっちゃいます、ね。どうしてもね。だから、できるだけあの余計な負担をね、あの減らすためにテンプレートとして記憶していくということですね。ただですね、えっと、心構えとしてはですね、そんな、あの、負担を減らすために作ったテンプレートが、 評価の対象になりますかねっていうところ。これはやっぱり考えておいた方がいいです。そんなの評価しないですよね。その中身ですよね。あの、the student's, なんだっけ ?the student's letter proposes that っていうふうに言ったら、そのざっとの中身ちゃんと言えてるかどうかですよね。あの、それがちゃんと説明できてるかどうかですよね。そっちなんですね。テンプレート以外、テンプレート以外が評価の対象だと思って、その内容に集中できる。で、この内容に集中できるように、 負担を減らすためにテンプレートをして、してあの、記憶をしておくっていうことです。それがイメージですね。で、仮にテンプレート使ったとしてもね、あの、内容、さ今のね、内容とか、それから音声、音声面ね、この差はやっぱ埋めることは絶対できない。ということは、ここで差がついていくと。同じテンプレートを使ってもね、あの、ある人はあの評価が低い、ある人は評価が高い。なの、これの内容、これに決まってるじゃないですか。だから、やっぱり内容をしっかり短い、短いセンテンスでポイントだけズバズバッ。 ズバッと言えるかどうか、あのそこをあのいつもいつも意識をしとく。それから毎日、毎日、あの音声面はあの少しでもインプルーブできるようにね、あの何らかの練習をしていくあの。どうせ練習するならテンプレートがちゃんと言えるようにあの練習していく。そしたら他のところに派生していくと思うのでね。 えっと、そういうことをやっていくといいかなと思いますね。で、そうやって、あの、2番を克服していくということになります。えー、ただ、ものすごい、あの、できる人、ね、あの、もう熱が40度あっても26は絶対取れますよ、みたいな、あの人は、もう、あの、そもそもこういうのいらなくって、出だしもんンが適当でいいかもしれないけど、まあ、それでもね、あの、もう、あの、 何て言うんだろう問題の形式が決まってるんで、そこまで自由にできないんですね。本当に。それ本当に自由にできないんですよ。それぐらい決まっているので、やっぱり、あの、できない人ができる人との差を最も縮めることができる問題はこれになりますね。だからそれぐらい、あの、やっぱり重要度も高いと思うので、ね、しっかり練習していただければと思います。頑張ってやってみてください。